はい、ハリーです。フランドにありますチーズ工房に来ました。レビューしてみたいと思います。チーズ工房です。フランドの町から駅からだいたい車で10分から15分のところにあります。アイスクリーム工房、ピッツァ工房、アイスクリーム工房などあります。チーズパッドです。わあ、カート反転機、あ、すごい、チーズが反対になってます。これを作ってます。上で下のことができますって言って教えてくれてます。熟成室です、こちら。すごい、こちらでパッキングをしてます。今ちょっと休みますね。パッキング室です。上の方へ行ってみたいと思います。こちらで新作や牛乳を、購入したり飲んだりすることができます。牛が見学する、牛がいます、ね、世界のチーズのパッケージ、イタリアチーズを保護する仕組み、チーズの道具。わあ、ヨーロッパがね、やっぱりね、チーズ美味しいですからね。フラノワインハウスお店ね、地作り体験工房メニュー、たくさんね、チーズ工房には、たくさんのね、見学物が、展示物があります。チーズは各国何で呼ばれてますかっていうのもありますね。チーズは英語圏でチーズ、インドではパニュー、イタリアではフォンマッチョ、ロナンダ語でカース、フランス語でロマージュ、フィンランドでユースト、デンマーク、スウェーデン、ノルウェーではオストって言ってます。ロシアではセールって言いそうですね。チーズの種類はたくさんありまして、ナチュラルチーズ、プロセスチーズなどありますよって話です。こちらはチーズをバター体験、チーズ体験はこちらになります。ハリーです。チーズ工房、美味しかったです。チーズ輸入もさすが北海道だなと思います。酪農の町だけあります。チーズも牛乳も美味しかったです。ぜひね、アフランドに来た時にはチーズ工房いらっしゃることをお勧めします。もしね、もうちょっとね、体験したいなと思ったら、チーズバター作りもできますから、それも体験もいいかもなと思います。フランドのチーズケーキ工房からハリーがお届けしました。チャンネル登録よろしくお願いします。ハリーでした。